さあボクシング会場がある正木公園大会にやってきたドミキャン。今日はあったかいね。あ、ダックももうバテとる。まあいっか、取材行こう。ミキャン行こう行こう。さあ、正木公園体育館にやってきました。今から正木町国体推進課の皆さんにお話を伺っていきます。さあ、まずは村西さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、正木町では国体競技何が開催されますか？はい、正木町では正木町ホッケー公園でホッケー少年男女、愛媛県警察学校でライフル射撃 CP 青年男子、そしてここ正木公園体育館でボクシング全種別が行われます。お、ここではボクシングが開催されるってことなんですね。はい。回収ポイントとかは？はい、ここ正木公園体育館は当初より国体基準を満たしておりますので回収点はありません。お、すごいじゃないですか。で、当日はどういった感じで開催されるんですかね？で、会場にはリングを2つ設置し、観客席は2階と3階を合わせて約600席設ける予定になっています。また、グラウンドには、臨時駐車場を設けて約280台、止めれるようになっております。もう280台じゃ足らない可能性あるんじゃないですか？その場合は、できるだけ、公共交通機関をご利用いただければと思います。最寄り駅は伊予鉄道小泉駅で、駅からここまで徒歩約10分となっております。さあ、続いては金子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。正木町としてその国体の取り組みはどういったものがありますか？はい、各種、町のイベントで PR 活動をするとともに、地元の高校に協力をいただきまして、国体のカウントダウンボードや、各会場に、掲示をします、横断幕の方を作っていただきまして、正木町で開催される国体を多くの方に知っていただきたいというような活動を行っております。なるほど。知らず知らずにみんながその国体に関わってみんなで作っている国体というイメージですね。そうですね。はい。その他ありますか？はい、各競技会場に飾る、花のプランターでありますとか、手作り応援のぼり旗を各小中学校で作っていただきます。それから、おもてなし団体の方にもご協力をいただいて、お振る舞いをさせていただきます。皆さんぜひお越しください。はい。さあ、続いては増田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、正木町の魅力は？はい、正木町は県内で面積が一番小さな町ですが、大きな魅力があふれる町です。親水公園などの心を潤す自然と大型商業施設などのにぎわいが見事に共存しています。また漁業も盛んで、ちりめんやいりこなどを使った小魚珍味の加工生産は全国有数。食物繊維が豊富な裸麦の一大産地でもあり、裸麦を使ったおやつも開発しました。恵み巡る町正木にぜひお越しください。では最後に意気込みをお願いします。はい、町民総参加で国体に向けて盛り上げていき、国体行ってよかったね、すごかったねと言ってもらえるように頑張っていきたいです。どうも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。